します。討伐完了だ。お疲れ様でした。お疲れ様。怪我したりしてないか？はい、問題ありません。ティアは大丈夫か？って、あれ？ティアはどこだ？あ、向こうから戻ってくるよ。お疲れ様ティア。どこに行ってたんだ？これを取りに。おお、あの球体行くための紋章か。二つ揃えることができたから、ようやく光の核へ行ける。そうか、いよいよだな。光の核って？なあ、ティアが目指していた場所だよ。それについてみんなに話したいことがあるんだ。じゃあ一旦町に戻りましょうか。プレミアちゃん、ティアちゃん、まずは町でゆっくり休もう。はい、わかりました。どうかしましたか？別に、なんで。ティア、ティアちゃん、私たちの前からいなくなった後にそんなことに巻き込まれていたんだ。それにしても未来の自分の意識か。不思議なこともあるものね。 VR の中だからこそそんな SF みたいなことも起こり得るんでしょうね。だけど話に出てきた光っていうのは何なんだろう？その光はおそらく様々なデータが生成される特異点だと思われます。特異点？フィールドマップや NPC、クエストなどがこの世界に展開される際のポイントのことです。例えばパパたちが町からフィールドに転移するときにもそのポイントは発生しています。ただ通常そのポイントは表面に出ることなく存在に気づくことはありません。ですがティアさんの見た特異点は例外的にデータが展開された時のものだと考えられます。例外的？それってもしかしてアインクラッド創生のこと？はい、アインクラッド創生のために発生した特異点は崩壊モジュールが消失した今も残っていると考えられます。その特異点っていうのにティアちゃんは接触しちゃったんだ。でもなんで特異点に接触すると未来の意識が流れ込んできたりするんだろう？特異点ではデータを展開するために超高速演算が行われているんだ。そこに NPC であるティアが入り込んじゃった結果、ずっと先にあるはずの意識が演算。じゃあやっぱり
ティアちゃんに流れ込んでいる意識っていうのは未来、あくまでその時の状況から導き出した一つの未来ってことだけどね。見た目についても演算の結果から再構築されちゃったんだと思う。ただ演算の途中で抜け出したからいろいろと不安定な状態みたいだけど、一時的にティアさんの姿に戻ったり、パパがブルーカーソルにならなかったのも不安定なステータスが理由です。なるほど、そういうことか。演算によって導き出されたティアさんの意識は今も本人に結果を上書きしようと干渉を続けています。その干渉ってのはティアがやろうとしていたことを実際に行えばいいんだ。導き出された可能性の断ち切りを。可能性の断ち切り、それにはまず得意点って場所に行く必要があるわけだな。ああ、だからフィールドを攻略して得意点のある場所を目指そう。攻略なら任せとけ、こちとら伊達にあまたのゲームをクリアしてねってもんよ。パパ、得意点を目指すのはできる限り急いだ方がいいかもしれません。もちろんそうするつもりだけど、何かあるのか。得意点が表面化しているのは例外的なことだというのはさっき話した通りです。その得意点がプレイヤーの活動区域に存在するとなれば、運営が必ず対応を取るはずです。確かに本来は表面化していないものが表に出てきてしまっているわけだもんな。もしパパたちがたどり着く前に得意点を塞がれた場合、ティアさんへのデータ干渉を断ち切ることができなくなります。塞がれた後も裏でデータの上書きは繰り返され、やがてそれがエラーとしてカーディナルに検出されれば、エラーの削除機能によってティアとプレミアが消されてしまう可能性があるのか。消される。わかった、急いで攻略を進めよう。みんな協力してくれ。もちろんだよ、プレミアちゃんにティアちゃん、二人を絶対に守ろうね。ああ、必ずだ。みんな、どうしたの。プレミアちゃん、そんなに慌てて。ティアがどこにもいません。え、どこにもいないって。さっきここから出ていくのは見たけど、帰ってくればここを通るはずだし、気づかなかったってことはないわよね。私、念のために部屋を見てくるね。ティアちゃん、あまり人のいるところには行かないから探す場所は限られますよね。そうした場所を回ってみたのですが、見当たりませんでした。ティア、近頃のティアは少し様子がおかしかったです。どういうこと？何かを考えているような難しい顔をしていました。ダメ、部屋にもいない。あの子の性格からして誰かに連れ出されたなんてことはないでしょうし、自分からどこかに行ったとしか考えられないよね。今のティアちゃんが行く場所といえば得意点、そこしかないな。まったく、追いかけっこが好きなお嬢ちゃんだぜ。捕まえてやりましょう。プレミアを心配させたお仕置きをたっぷりしてあげなくちゃ。行きましょう。なあ、必ずティアを助けるんだ。望まない未来に一人で抗うティア、人とのつながりを拒み続ける彼女にこそ支えとなる人が必要なんだ。
私が決める。